演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーで売っているパウンドケーキ3種類を食べたいと思います。これがスパイスケーキパールシュガーという商品で、こちらがこのリキュールケーキオレンジです。そして残り一つ、こちらがこのリキュールケーキラム酒ですね。はあ、リキュールケーキはすでに開けた瞬間から香りがしてきました。というわけで、いつもだったら一つずつ行くんですけど、このリキュールケーキにお酒が入っているということですので、まあ自分はお酒にあまり強い方ではないので、万が一途中で完成してしまったらご了承ください。そしてそれを防止するために、まずは一通り全部断面を見せますね。ああ。なんか気がなくて申し訳ないですが、こんな風になっています断面は。さて、どれから食べようかな。まずはこのスパイスケーキからいただきます。ああ、なんか回ってきたかも。ちょっと身の危険を感じるので休憩を挟みます。パールシュガーケーキは上の方の砂糖の部分がジャリジャリとしていて、中のケーキもさっぱりとした味わいでとっても美味しかったので、こちらの人も点数を出しています。スパイスも程よく効いていましたし、香っていましたね。で、うちのリキュールケーキオレンジはオレンジの程よい柑橘の酸味があり、リキュールはそんなに強烈でなかったので、こちらの点数とさせていただきます。やっぱりさっぱりとしてもなかったら別でございますね。で、こちらのジャマイカラム酒はラム酒自体はいわゆるラムレーズンアイスとかにも入っているようなものなのですが、ちょっと強烈すぎて好みが分かれそうでしたので、こちらの点数をさせていただきます。ちょっとね、なんか途中でやっぱりちょっと身の危険を感じてしまいましたが、どれも美味しかったので、皆さんもぜひ何人かで分けて食べてみたいなんでしょう。やっぱり一人で食べるもんではないですね、こういうの。ちょっと本当にクラクラ途中で身の危険を感じますし、本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。